Boom. I know this got to be AIDS on goddamn legendary difficulty, bro. I never, yo, with these Yakuza games. Oh my god! カムロ町の半グレ集団 RK が追うのは便利屋桑名。星稜高校の英語教師沢陽子とも接点を見つけるべく、八神は桑名の正体を探る。やがて浮上してきたのは、桑名を偉人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らない桑名の過去を知っているはずだった。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でも、あなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。八神さん、よく来てくれた。セイレーンのマスターですか？ああ、カウンターで話そう。来てくれ。神室町の探偵さんなんだってな。ええ、そちらは桑名の遠縁だって聞いてます。失礼ですが、お名前は？あんたと会うのはこれっきりだ。名乗るつもりはない。ただ桑名君から見ると俺は義理の叔父にあたる。誰にだって親戚の中に一人はいる半端者。それが俺だ。元ヤクザだからな。横浜でですか？ああ、青龍会って組だ。組を抜けてから今日まで20年、町で店をやってた。それがさっきのセイレーンですね。あなたが偉人町出てったらあの店はどうするんです？ふん、そいつは余計なお世話だ。失礼しました。あんたは探偵だ。人に物を聞くのが仕事なんだろうよ。さっき親戚と言ってましたけど、桑名というのは偽名だったと聞いてます。ほう、そこまで調べてたか。あいつの本名は北方でした。神室町から桑名を追ってきた半グレたちがそう呼んでいたんです。私にその答え合わせをしろというのか？そんなつもりで来たわけじゃない。じゃあどういうつもりで俺をここに呼んだんです？ああ、実はさっき桑名君に頼まれて彼の事務所に行ってきた。あるものを回収してきてほしいということでな。あるもの？まだ全部吸い終わってないタバコだ。中にライターが入ってる。だがそれは誰かに持ち出された跡だった。それってただのライターじゃないですよね。実際はライターに見せかけた USB メモリでした。やはりあんたが持ってたんだな。こいつを回収するよう桑名から頼まれたんですね。桑名君としては他人に見られたくないデータが入っている。こ
俺に渡してほしい。中に入ってるデータって何です？教えたらここで渡してくれるか？いえ、中を確かめてみないことには。桑名君は追い詰められている。だからこの老いぼれをここによこすしかなかった。俺にできるのはあんたの恩情にすがってそのライターを渡すよう頼むことだけだ。もう力ずくでは奪い取れん。正直乱暴に来られるよりそう言われる方が揺らぎますけど、どうしてもこれを渡せと言うならせめて桑名に会わせてください。あいにくだな。彼はもうこの町を出て行ったよ。何かあればすぐ身一つで逃げ出せるように備えていた。じゃあこれはお渡しできません。彼を追ってきた半グレの巻き添えである学校の先生が犠牲になった。名前は沢陽子さん。まだ若い熱心な女性でした。もともと俺が調べてたのはその学校の教育実習生が殺されたって事件です。その線をたどって沢先生に話を聞こうとした時、彼女のマンションでなぜか桑名と出くわした。あなたは沢先生をご存知でしたか？さあな。あなたにもわからないんですか？神室町の半グレがなんで桑名を追うために沢先生のところへ押しかけたのか、そして桑名と沢先生をつなぐ接点が何なのか。わからんね。だとしたら今俺の持ってる手がかりはこのデータだけなんです。桑名にとってこいつが大事なら代理じゃなく本人が俺に会いに来るべきでした。そうせめてやらんでくれ。彼に裏社会で生き延びる技を教えてやったの俺だ。桑名も以前はヤクザだったということですか？いや、元は真っ当な堅気だった。だがある事件があって日の当たる世界では生きられない人間になったんだよ。それでセイレーンにいた俺を頼って偉人町にやってきた。便利屋家業を進めたのは俺だが、あの子はとても前向きに裏社会に染まっていった。前向きにですか？皮肉で言ってるんじゃない。裏社会を学ぶことに強い目的意識を持っていた。目的意識？何の目的です？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。これ以上俺にあんたと話すメリットはない。あなたをこのまま行かせてしまっていいものか悩みます。腕ずくでこの年寄りを捕まえておくか。やめた方がいいな。この店でそんな真似は許されん。ここが偉人町で一番安全な店でしたっけ？ああこの町で最後に話せたのがあんたでよかった。八神。ん？あれ？あんたハンピン・リューマンの？東京から随分お友達を連れてきてくれたな。やっぱりよそ者は信用できねえ。何の話だよ。お友達ってもしかして RK のこと？だとしたらあいつらはそんなんじゃ。おい鉄尊、だから誤解なんだって。They're here trying. Let's welcome back to Yakuza Chapter 9.
what's this shit called? It's called the weight of guilt. I spent all my skill points. We can really focus on what we got. Hold up, brother. We're gonna grab this skill. That's gonna cost me 40,000. Once we get that, we're gonna double back here, start getting the health upgrades. I really wanna get my attack power up. Get it. He got purple health. He think he Vega and shit. We got dudes running around here with business suits on and Vega masks. Ugly as shit. Don't let him go nowhere. Keep throwing. Okay. Fun time's over. Damn. See, that's why I get drunk first, bro. My bar fill up so slow without it. You think you a man with that alcohol, don't you? I'm a man without it. I need the upgrades for this too. How did I miss that? Nice. I like it. Damn, Chin. Deadly Chin. I can't stand you. That's all. He thought I brought the goons from the other city over here. I didn't bring a motherfucking thing. I need to re-up on those. Although, do I have any... Take an extract, shall we? Took away his ability to guard. Does that slowly drain my health? God, bro, I didn't know that was coming. That's some cheese. You about to... I didn't know that the QTEs was coming, and I didn't even see them bitches properly. Here come additional guns. I thought this was gonna be over. It's not. And the worst part about this whole situation, I gotta pee. That didn't go well. Yeah.
Now we got people throwing objects now. Imagine. Ain't no way he just did a double move. Now I realized after playing Like a Dragon a couple years ago that I really like all the different enemy types they had on there. They were fun. You don't really get that with these games. I mean, they have different enemy types. Like a Dragon had all these funny ass designs, like the perverts and shit. He gonna hit me one good time and take me out. My health won't get so high, I'ma barely heal it. Hell, man. I know this gotta be AIDS on goddamn legendary difficulty, bro. I never, yo, with these Yakuza games. Oh my god, pussy! Might as well go B now, shit. Yeah. Kiss my ass, Tesso. I never seen that. God damn, which one is that? Ooh-wee. I played myself. I could have been doing this the whole goddamn time. I ain't saying shit. I just went to the bathroom, retried. Getting out here with these. Shit fast as fuck. I ain't gonna lie to you. Probably wise for me to just stick with the snake style and try to counter. I guess fucking not. I gotta get the upgrade that does more damage with the special moves too. You know we're about to drink some more of that shit. Yeah, we gotta drink that shit. Here we go. Ooh.
that shit twice, bro. I didn't think he was gonna do it. I'm only gonna drink one. I'm only drinking one of those, bro. Keep my level at 4. I hope I timed this correctly, because if I don't, oh my god. That's what I wanted. That's perfect. That's exactly what I was looking for. We love you, God. Go. Took two of them out. Like, what's throwing shit, bitch? Oh my god. また誰かに俺を襲えって雇われたのか、鉄装。カムロ町のハングルが我が物顔で街を歩いてやがる。そうかと思え、若い女の先生が自分家に押し込まれて殺された。どうなってる、偉人町で何が起きてんだ。ああそこで怒るまではまあわかるよ、けどだからってなんでいきなり俺を襲うんだよ。お前に優しく聞いてやる義理があったか。殴って痛い思いさせるや、知ってること全部吐く。あんたもっと身内以外にも優しくした方がいいって。いえや、八神、カムロ町のよそ者たちが何をしてる。よく分かってないのはこっちも同じだ。ただ少なくとも俺はあんたらの敵じゃない。殺された沢先生を知ってたんだ。俺が事件の第一発見者だった。犯人は RK のリーダーで相馬って男だよ。くそ、マジか。奴ら何しに偉人町に来た。わざわざ何十人もで女一人殺しに来たのか。 RK は桑名を追ってんだ。知ってるか、ベニヤの。ああ知ってる。でもなんであいつが RK に追われてんだ。今それを調べてるとこだよ。おかげで RK と勝ち合って、さっきは相棒が腹を刺された。そうかと思ったら今度はあんたらに囲まれて全然調査がはかどらない。なるほど、分かってくれた。今この場で俺が言えるのは一つだけだ。ん？RK がこの町にいる間だけお前は俺を兄弟と呼んで構わない。は？なんだよ急に。もちろん俺が兄貴分だ。それって喜んでいいの？
俺の兄弟分なら今後ハンピン・リューマンに襲われることはない。お前に手を出す奴がいればそいつらはハンピン・リューマンにとっても敵だ。俺はな、偉人町が俺らの町である限り女子供に手出しする輩は絶対に許さない。ああ、お前もそう思うだろ、兄弟。急に距離縮めてくるんだね。付け加えると、お前が兄弟分になるなら俺もこの人数で返り討ちにされた面目が立つ。なるほど、そういうことか。 RK のことで何か分かったら俺にも教えてくれ。特にその相馬ってリーダーの居所だ。それさえ分かりゃあとは俺らに任せろ。女先生の仇は取ってやる。なぶり殺しにしてな。ちょうど今連絡しようと思っていたところですぞ、八神氏。セイレーンで海藤さんが刺されたとの情報が。本当なの、八神さん。何があったの？ああ、本当だよ。全部話すから。ただ、その前に九九に調べてほしいもんがある。何？桑名のアジトで USB メモリーを見つけた。ライターに見せかけて隠してあったんだ。すぐに中身が見たい。じゃあカイトさん、その相馬ってやつに。脇腹をナイフで刺された。桑名を追いかけてて相馬と勝ち合ったんだ。俺も正直危なかった。相馬一人にやられるとこだったの。八神探偵事務所か。ああ。で、俺はその後桑名の遠縁だっていうマスターに呼ばれて、その USB メモリーをよこすように言われた。その中を見れば桑名の正体と目的がわかるらしい。今開いてみましたが、中身はデータファイルが一つ入っているだけですな。内容は？動画ですね。内容はこれから再生してみましょう。いいですか？なんだろう、すごいドキドキするんだけど。フルスクリーンにします。ほら、うわ、決まった。すげえ吹っ飛んでんじゃん。バカ、決まってねえ。てめえ、ミツロ何避けてんだよ。顔で受けろっつってんだろ。もう一回やるぞ、もう一回。鈴木、携帯で撮れよ。はいはい。今度はマジですげえの決めっから。ういー、いつでもいいよ。おい、てめえ、逃げんなよ。ミツル、何しらけることやってんだ、これ。ああ、こりゃお仕置きだぞ。もうやだよ。お仕置き、お仕置き、さあ、皆さんと一緒にお仕置き。楠本ミツルのストリップショー。てめえ、何蹴ってんだこれ。ああ、調子こいてんじゃねえぞ、ミツル。やめて、やめて。ミツル、ほら。はいはい、足閉じない。それじゃカメラに映んないよ。もう素人じゃないんだからさ。うわ、こいつしょんべんしてる。うわ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 、うっしょ、キモ。きったね。マジかよ。最悪だ、
こいつら。楠本満のストリップとそう言ってましたね。ああ、楠本満といえば13年前の黒川学園、沢先生の同級生で校舎から飛び降りた子だ。厚労省事務次官楠本玲子の息子でしたね。そして30歳になる今に至るも昏睡状態が続いています。この動画は楠本満がいじめを受けてた時の、おそらくは隠し撮りされたものでしょう。この動画って桑名さんが隠し持ってたんだよね。なんで桑名さんがこんなものを。わからない。でもセイレーンのマスターはこの動画を見れば桑名の正体も動機もわかると言ってた。うん、ちょっと失礼。この辺り、主だったメンバーの顔が映っています。一旦ここに映っている絵から状況を整理してみませんか、矢上氏。そうだな、わかったよ。かわいそうだよね、ミツル君。母親の楠本玲子は重作、詳しくは分かりませんが。ねえ、もしそれで息子の様子を。いや、桑名はさすが。この携帯カメラでいじめを。動画の中で名前をよ、だとすると、この女子。マミヤユイ、江原に痴漢されたとさ。そして13年前、楠本満、やはりこの女子。マミヤさんって一体。そもそも世間的に楠本満、しかしこの動画を見ると、実は10人近い生徒がいじめに関わ。ああ、もしこの楠本満を追い詰め、今日までそんな風にバレたら社会的に。なんだこいつの顔って。お、僕もわからない。思い出した、誰。三越場広の死体発見現場にいた。その時いた連れも全員黒川学園の神奈川県警の刑事に身分証を見せてた。すると事件の周辺にいた人物たち。ああ、問題は。これは。かわいそうだよね、ミツル君。あんな目に遭わされて誰にも助けてもらえなかった。母親の楠本玲子は13年前、まだ厚生労働省に勤める無名の一官僚でした。詳しくは分かりませんが、夫とは早くに別れてたようですね。彼女は息子を女で一つで育てていたのです。ねえ、もしかしてその楠本さんと別れた旦那っていうのが桑名さんだったりして、それで息子の様子を隠し撮りしたのがこの動画だったとか。いや、
桑名はさすがに30の息子がいる年には見えないな。もっと他の可能性を探ろっか。こいつの顔ってなんか見覚えがあるんだけど。ほう？僕は見たことなさそうです。僕もわからないな。思い出した。誰？三越場広の死体発見現場にいた。その時いた連れも全員黒川学園の卒業生って言ってたんだ。神奈川県警の刑事に身分証を見せてた。名前は確か赤池って。するとこういう言い方ができますかね。事件の周辺にいた人物たちが振り返ってみるとみんなこのいじめ動画に映っていると。ああ、問題はそんな動画をなんで桑名が持っていたかだ。この携帯カメラでいじめを撮ってた女子は動画の中で名前を呼ばれてたよ。鈴木って。ええ、だとすると僕らも知っているあの人物だと思いますね。ああ、この女子生徒は今鈴木から別の名前に変わってるんだよ。マミヤユイ、江原に痴漢されたとされる被害者女性。旧姓が鈴木で、マミヤは結婚してからの名前だよ。そして13年前、楠本充と同じクラスにいたことは沢先生の口からも確認が取れてる。ええ、やはりこの女子生徒はマミヤユイで間違いないでしょう。マミヤさんって一体どういう人なわけ？そもそも世間的に楠本充へのいじめ加害者は河合真也一人だとされていました。しかしこの動画を見ると実態は明らかにこれまでの情報と違っています。実は10人近い生徒がいじめに関わっていて、間宮優衣もそのうちの一人だった。ああ、もしこの動画が世に出たら間宮優衣もここに映ってる生徒たちもみんなまずいことになるな。楠本充を追い詰め、今日まで昏睡状態にしておきながら自分たちは知らん顔で暮らしてた。そんな風にバレたら社会的に抹殺される。職場、友人、知人、家族に知れたら今の生活を続けられはしない。怪しい。楠本充をいじめた加害生徒は河合真也という名前だったはずです。ああ、こないだ神室町で RK が探し回ってた。その時俺が連中に見せられた写真はこの動画の河合と同一人物で間違いないと思う。そして河合が殺されたらしいと当たりをつけた RK はこの後どういうわけか桑名を追って偉人町に来たってことになるな。どこだ？かわいそうだよね、ミツル君。あんな目に遭わされて誰にも助けてもらえなかった。母親の楠本玲子は13年前まだ厚生労働省に勤める無名の一官僚でした。詳しくは分かりませんが夫とは早くに別れてたようですね。彼女は息子を女で一つで育てていたのです。ねえ、もしかしてその楠本さんとはそれで息子の様子。なんだ。13年前の9月17日午後4時過ぎだから多分放課後の教室だね。あ、いや、これはなんだよ。今楠本充が屋上から飛び降りた日付を確かめたのですが、
9月17日でした。え？つまりこの動画が撮られた後、その日のうちに彼は校舎の屋上から飛び降りたようです。動画を見て新たにつながってきた線もあるにはありました。しかし肝心なところがまだ分かりません。このいじめ動画をなぜ桑名さんが隠し持っていたのかです。ああ、桑名はこの動画を隠し撮りをした張本人なのか、それとも誰か他の撮影者からこの動画を受け取っただけなのか。桑名さんと沢先生は何かしらの知り合いだったんでしょ。だったら13年前に沢先生がこの動画を撮っていて、それを桑名さんに預けてたとは考えられない。便利屋って仕事の一環で。あり得るとは思う。ただしっくりは来ない。なんで。セイレーンのマスターが言ってたんだ。え？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。あの人はこの動画を見ることで桑名の正体もわかるって。でも俺らはまだそこまでたどり着けてない。いじめの隠し撮りからわかる正体って何。桑名が今40前半ぐらいだとして、13年前は30前後ってところだ。もしかして学校の先生だったりして。このいじめがあったクラスのさ。そういうことなら杉浦氏が持ち帰った卒業アルバムがありますよ。沢先生の部屋にあったやつです。八神氏はまだ中を見てませんでしたね。そうだった。持ってくるよ。その口ぶりだともう二人は中を見たんだな。ええ、残念ながら教師陣の中に桑名さんの顔は見当たらなかったです。ここが楠本充くんがいたクラスのページ。沢先生も写ってたし、間宮由衣も写ってるね。クラスの担任はこの人か。楠本充がいじめを受けていたところを何度も目撃してたのに見過ごしてたとか、あまりやりすぎるなよと薄笑いまで浮かべていた。桑名じゃないな、別人だ。他のクラスの先生も見たけど桑名さんはいなかったね。楠本充、この子の写真はアルバム用に撮られたものじゃなかったんだな。ええ、おそらくその撮影をするより前に飛び降りてしまったのです。沢先生は全然笑ってないね。ん？先生は高校を卒業した後は同窓会にも行ってないって言ってたよ。このクラスの誰とも会ってないって。確かにその集まりだと嫌でも充くんの話をすることになるだろうからね。こちらには鈴木結衣さんが写っていますね。やはり先ほどの動画に写っていた女子生徒です。彼女も楠本充のいじめ自殺に加担した一人だった。このページに写ってる子たちの何割かはさっきの動画に写ってたわけでしょ。ああ、でも河合真也は写ってないんだな。ああ、うん、本当だね、写ってない。河合は充くんの飛び降り後いじめ加害者として叩かれ自主的に退学したはずです。ネットの書き込みにはそうありました。裏取りはできてませんが自然な成り行きであったろうと思いますな。本当は他にも叩かれるべきいじめ加害者がいたのに、河合以外の全員が罪を免れた。これは その時の担任は
光くんがいじめられてるところを見てもそんなに深刻じゃないと思ってました。笑いながらやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。ん？教職を追われた？どうしたの矢上さん。楠本光の飛び降りで当時の担任はえらく叩かれたんだ。その後教職を追われたって聞いてる。うん。それで？だとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た代わりの先生ってことはないか。なるほど、それはあり得る話ですね。バッシングされた担任の名前を調べてみます。アルバムに載ってる先生とは別人かもしれません。少し時間をください。なん？矢上氏、わかりました。楠本光の元々の担任の名前、やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした。当時の担任は北方優とあります。北方？え？あ、それってもしかして。彼本名北方ってんだよ。聞き覚えは？相馬が口にしてた桑名の本当の名前だ。じゃあ桑名さんは元は高校教師？写真も出てきました。これが13年前の北方先生です。桑名だ。確かに。ああそうだ、そうすると沢先生もこのクラスにいたんだから、彼女にとっても桑名は担任の教師だ。それが二人の接点だったんだ。そういうことだったのですね。桑名さんが全てをつなぐキーマンだった。13年前、光くんの飛び降りで学校を辞めた北方優はその後桑名仁って便利屋を名乗るようになった。その時頼ったのが当園だったセイレーンのマスターだ。桑名は積極的に裏社会とも関わろうとしてたらしい。そして何か目的意識が強かったって。目的意識？それってどういう？いじめ加害者への復讐だ。桑名はそもそも生徒たちがいじめなんてしなければ教職を追われずに済んだって思ったのかもな。で、その怒りの矛先が河合深夜に向けられたってのはどう？なるほど。確か河合は5年前神室町で知人らしき男女に車で連れ去られたということでした。じゃあその中の一人が桑名さんだったの？可能性としてはあると思う。その結果河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかも。そしてその時の事情を聞きたくて偉人町まで桑名を追ってきた。ああ、それなら RK が偉人町に来た理由になりますね。また、河合の知人らしき男女っていうくらいだから桑名さんの他にも何人かいたんだよね。それってもしかして？ああ、これだ。ああ、そこに写ってる子たち？河合の知り合いだった男女。そう言われる間柄なのは間違いない。でもなんでこの子たちが河合を拉致すの？桑名が協力を頼んだ。いや、協力させたのか。どういうこと？ほら、この動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろ。でも
ここに写ってる連中にしてみたら絶対に人に見せたくない代物だよ。自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせたことが大っぴらになるんだから。え、確かにネットに流出でもしたら大変です。大炎上して社会的に抹殺されかねません。桑名にしてみれば彼らの弱みを握ってたことになる。それで河合への復讐に加担させた。いくら脅しのネタがあるからって人殺しまでさせられるかな。河合って殺されたんでしょ。河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ。死体が見つかったわけじゃない。待って、頭が追いつかなくなってきたよ。ああ、まだタラレバの話が積み重なってるからな。でもそれを裏付けてくれるかもしれない人はいる。誰のこと？例えばこの中に映っている間宮ユイなら、俺は家まで押しかけたことがある。もし河合を拉致した中に彼女もいたなら面白い話が聞けるかもしれない。そうですね、今八神氏が語ったのは神室町と偉人町の事件をつなぐ一つの仮説です。ですが間宮ユイからその裏付けを取れたなら、さらなる情報が引き出せるはずですよ。桑名さんの居所もわかるかもしれません。ああ、まだ桑名は完全に取り逃がしたわけじゃなさそうだな。桑名さんってどういう人なの？三越芝殺しと江原のアリバイ偽装、沢先生の事件、5年前の河合深夜の失踪、多分その全部に桑名は一枚噛んでる。あいつの尻尾さえつかめれば全部見えてくるはずだ。じゃあもしかして今僕らいい線いってる？ふん、多分な。明日早速間宮ユイを直撃しよう。では杉浦氏も八神氏に同行してくだされ。状況は次のステージに移ったように思います。僕は一人で大丈夫。海藤さんも負傷した今、八神氏には助けが必要でしょう。オッケー、つくも君がそう言うなら助かるよ。ありがとな、つくも。杉浦は無事に返すから僕の相棒はそんなにやわじゃありません。存分にこき使ってくだされ。死ぬ前に走馬灯が見えるって言うよな。ありゃ本当だぜ、ターボ。昨夜がそうだったわけ？ああ、なんかどんどん体が冷えてったなと思ったら、松金の親父にどやされてた。まだ俺が駆け出しの頃の記憶だ。羽村の頭も縁故詰めるかって睨んできててよ。で、俺の代わりに東が泣いてんだ。死ぬ前ぐらいもうちょっといい記憶見たって良さそうなもんだろなあ。きっと本当に死ぬ時はいい思い出が見られるよ。思ったより元気そうでよかった。相馬の野郎、次やったらただじゃ済まさねえ。不意打ちさえされなきゃ沢先生の仇も取れたのによ。相馬に刺されたこと、もう警察に話した？ああ、刑事が来たんでな。あることないこと言ってやったぜ。それはダメでしょ冗談だよ、言ったのは真実だけだ。俺を刺したのは沢先生を殺したのと同じ犯人だってな。なら多分相馬が捕まるのは時間の問題だ。ただそれとは別に俺らは桑名を追う。あいつが一連の事件をつなぐキーマンだ。 RK に捕まる前に俺らで見つける。桑名か。しかしあの野郎ムカつくね。ん？あいつが俺らに近づいてきたのは結局何か魂胆があったってことだろ。多分ターボーが三越芝の殺しを調べてたからだ。こっちは腹割って付き合ってやってたのによ。俺はターボーの添えもんか？そんなことないって。くそ。
野郎の正体も割れてこれからって時に、おらこのざまか。とにかく今は休んでなって。つくもも後でお見舞いに来るってさ。なんだよ、杉浦は来ねえのか。あいつはこれから俺と間宮ゆいを直撃するんだ。偉人町から運転手もしてくれるってさ。矢上さん、もう間宮ゆいのところに行く？僕はいつでもいいよ。ああ、行こう。オッケー、そう来なくちゃね。もし本当に矢上さんの仮説が合ってたら、間宮ゆいは河合信也の殺しにも三越場博の殺しにも関わってる。まあそうでなくても教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよね。どうも、先日お邪魔した源田法律事務所の矢上です。え？また間宮さんにお話を伺いたいんですが。こないだ全部済んだと言ってたじゃないですか。だいたいなんでいつも急に家まで押しかけてくるんです？お引き取りください。実を言うと今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんです。は？俺の他にもう一人います。彼は横浜99課の杉浦と言いまして。知りません。杉浦は偉人町の探偵なんですよ。ある事件を追ってて、最近ニュースになりました。清涼高校の沢陽子先生が自宅で殺害された件です。沢さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね。13年前に黒川学園を卒業した後、沢さんは偉人町で高校の先生になってたんです。聞こえてますか？どういうご用件ですか？陽子ちゃんとは卒業以来会ってません。私がお話できるようなことなんてないですけど。事件の前、俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます。北方先生は覚えてますか？黒川学園であなた方を担任してましたが、楠本充君の件があって学校をお辞めになった。彼も沢さんの事件に関係してるようなんです。他の人を当たってください。なんで私なんです？もちろんこれから他の人も当たります。俺たちは沢さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです。間宮さん、彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよね？いえ、どちらかといえば悪かった気がします。そうですか。よかった。でしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんです。もうすぐ主人が帰ってくる時間なんです。手短にお願いできますか？そのように努力します。ご協力ありがとうございます。お待ちください。どうしたんだろう、間宮さん全然出てこないけど。そうだな、またドアホン鳴らす？すみません、お待たせしました。部屋が散らかっていたものですから。今日はお子さんは？今は英会話教室です。もうすぐお迎えに行かないといけません。それは旦那さんに代わってもらったら？もうすぐ帰ってくるんだよね。そんなことあなた方に言われる筋合いはありません。そうだね、出過ぎたことを言っちゃった。それで
何を聞きたいんです？最近北方先生と会ってませんか？会ってません。というかあまり思い出したくない方です。あの人は学校をお辞めになった後偉人町にいたと言ったら驚きます？いえ別に。でも偽名を使っていたとしたらさすがに驚くんじゃないですか？知りません。私には関係ありませんから。楠本充を覚えてますよね？ええ、高校時代の同級生です。河合真也というクラスメートにいじめを受けて校舎から飛び降りました。13年経った今も意識が戻らないそうで。陽子ちゃんの話じゃなかったんですか？ええ、そうです。ただどうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようで、みんな間宮さんと同じクラスにいました。まず北方先生がそうですし、それと赤池さんという方にも会いました。彼のことも覚えてます？まあ同級生ですから一応。そしてその方々がみんな楠本充君の一件を間近で見ていたわけですよね？そうですね。でも誰にとってもあまりいい記憶じゃありません。わかります。そうでしょうね。痴漢被害はでっち上げですよね？はい。江原明弘にお尻を触られたって例の件です。あなたは彼とグルだったんじゃないですか？示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げた。お帰りください、今すぐに。ちょっと八神さん。誰も痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いません。そんなことしたって無意味ですから。でもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます。殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽い。そうやって江原は自殺した息子の復讐に御子柴博を殺害したんです。ただしその偽装工作を成立させるためには痴漢被害者であるあなたの協力が必要です。すぐに出て行かないと警察を呼びます。早く出て行って。江原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでした。けど沢陽子が黒川学園の卒業生だと気づいた時、関係者たちのつながりが見えてきた。沢さんは教師として江原の息子を教えていて、あなたとは高校時代の同級生でしたから。そしてそのことについて話を聞こうとしてた矢先、彼女は神室町の半グレに殺されてしまった。その半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任北方先生です。なんなの間宮さん。北方先生がどこにいるか知りませんか？彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが、沢さんが殺された事件の後連絡が取れなくなっています。知りませんよ。十何年も前の先生なんですから、もう顔だって思い出せないくらい。なるほど。でも多分北方先生はあなたのことを忘れてないと思いますよ。その証拠があります。え？これですよ。あ、13年前の黒川学園の一コマです。この映像に見覚えはありますか？この動画を俺は北方先生の事務所で見つけました。大事に隠し持っていたようです。表示されてる日付は楠本充が校舎を飛び降りた当日。
彼がいじめられている様子をあなたも笑って生やし立てていた。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。こんなの見られたら驚いちゃうよ。この動画の件で北方先生から何か言われたことはないですか？お願い、それを消して。画面を見る限り、この動画は隠し撮りされたものです。これが存在することを間宮さんはご存知でした？ここに映ってる満くんは今も意識が戻らずにいるみたいだけど、当時責任を問われたのは河合信也一人だったよね。いや、それと教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らんかを決め込んで、こんな幸せな家庭を持ってる。何？向こうが気になるの？間宮さん？いつかこんな風になると思ってた。どういうこと？誰？この人が仲間を呼んだんだ。They came in a house ugly as hell. They got tasers and shit. She didn't call the goons in here. You about to fuck up your whole goddamn home setup. Oh. So all you brought in was a couple of these guys with low health? Oh my god. I shouldn't have said what I said.Tight ass jeans on, bro. Your balls can't breathe, brother. Hey, yeah, めちゃくちゃになっちゃったね。見覚えのある顔が出てきたな。こいつは赤池さん、30歳。黒川学園の卒業生だ。やっぱりみんなつながってた。どうする、八神さん。こいつらって、つくもくんの小指折ったやつらだよね。ふん、仕返しに指折ったりすんなよ。それより、ここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれない。ひとまず安全なところに場所を変えよう。もちろん間宮さんにも一緒に来てもらう。え？騒がずについてきてください。でないとこの動画がうっかり流出しちゃうかも。で、昔からお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだ。僕らが知る中じゃこの場所が一番安全なんだもん。頼れる仲間がいるっていいね。そんなに長居しないって頼むよ東。そういう問題じゃねえ。ズうずうしいにも程があんだろ。礼儀の問題だ。どうします？もう一回しますか？そういえばね、東さん、カイドウさんが横浜でお腹刺されたんだよ。はあ？なんだと？
海藤の兄貴が誰に。まあその辺は俺らの話を聞いてりゃおいおいわかるから。こちらは間宮由衣さん。さっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよ。はいはい、そうですね。そんなのはどうでもいい。兄貴に何があったんだ。てめえもう返しは済ませたんだろうな、八神。くっそ、ある系のガキどもか。兄貴もなんだってあんな奴らにやられちまうんだ。ひとまず東さんも落ち着いたみたいだし、そろそろ本題に入る。間宮さんも観念してるでしょ。私をどうするつもり。知ってることを全部教えてほしいんです。あなたをどう扱うかはその後で考えます。もうさっさと終わらせて。聞きたいことは何？まず例のいじめ動画だけど、あれはどういうものなんです？俺はあのデータをクアナと名乗っていた北方先生の部屋で見つけました。つまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだった。そう。じゃあクアナはあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってた。そう。でもさ、それならなんで世間的に河合真也だけがいじめ加害者になってんの？あの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ？私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった。動画があるのを知ったのも、すぐに公開されなかった理由を知ったのも、学校を卒業したずっと後。動画が公開されなかった理由は？北方先生があれを公開しなかったのは、私たちのことを一生指導し続けるため。え？もし事件当時あの動画が世に出ていれば、確かにそれはそれで大変だったでしょうね。実際河合はネットで顔も実名も晒されて、損害賠償を何千万とさせられてるし。あんたたちも同じ目に遭ってたかも。いえ、多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だったから、一時的に叩かれはしてもいつかほとぼりが冷める。まだ子供だったってことで。でもそれはあくまでもあの時すぐに動画が公開されてたらの話。今はその時と状況が違うってこと？私には小さな子供がいる。優しい夫も居心地のいいマンションも。今あの動画が世に出たら全部失うことになる。それにうちの子はどうなると思う？友達を自殺させた女の息子は絶対いじめの標的にされる。人生が台無しになる。しかもあれはただのいじめ動画じゃない。ミツルはその日の夜に校舎から飛び降りて、今も意識が戻ってないんだから。あんたたちは自分らがガキだった頃より失うものが大きいわけか。私以外のメンバーにしても同じ。黒川学園ってなかなかレベルが高くてね、大抵卒業後はいい大学に進学していい会社に入ってる。自分で起業したやつもいるし、新しい家庭を持ったやつも。そっか、そいつらもあんたと同じなんだ。あのいじめ動画を公開されたら全部ぶち壊しになっちゃう。そうよ、わかる。要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたの。ダメージが一番大きくなるタイミングを。そしてある日連絡を取ってきたわけ。動画に映っていたいじめっ子たちにね。桑名から連絡があったのはいつ？5年前、まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時、
公園で先生は私に声をかけてきた。昔とは別人みたいな暗い目をしてね。そしてその場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせた。ほんと異常者。僕には動画に映ってたあんたらも十分異常者に見えたけどね。本当にそう？似たようなことをあなたは絶対にやってない。自分より弱い子に意地悪したことは、みんなと示し合わせて人を無視したことは、誰だってやってる。私たちはその相手にたまたま飛び降りられて、たまたま隠し撮りされてた。よりによってなんで私がこんな目に。あんたがそういう人だからだと思うよ。安全なところから人を追い詰めて、自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶ、そういう人だからだ。5年前って言ったな。桑名があんたに動画を見せてきたの。それで思い出した。白崎先生がカムロ町で調べてた件だがよ。ん？さっき名前の出てきた河合信也、あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られたのも5年前って話だったぜ。やっぱりあんたらだったんだな。カムロ町から河合を拉致したのは、そして殺した。違う、私たちじゃない。そんなことできるわけない。私たちじゃない？ってことは違う誰かが殺したってこと？つまり河合が殺されたのは間違いないんだな。私たちは先生に河合がカムロ町にいると聞かされて、力ずくでも何でもいいからとにかく連れてこいと言われただけ。桑名はその理由を何て言ってた？あいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからって。もし断ればあのいじめ動画が流出する。それでみんなで河合を迎えに行った。ただあいつは先生のところへ行くのを嫌がった。河合には別に失って困るようなものなんてなかったから。あんたらにとってはそれじゃ済まない。ええ、だからだいぶ揉めて、結局は車に押し込むみたいになっちゃって。カムロ町で目撃されたのはその時のやり取りだったんだろうな。で、それ以来河合は消息不明になってるわけだが。先生が指定した場所は横浜の埠頭で、私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げた。そしたら先生は河合だけ残して、あとはもうみんな帰っていいって。桑名と河合がそこで二人きりになったんだな。そう。そしたら次の朝、携帯に先生からのメールが届いてた。それにはなんて？文面は何もなくて、ただ動画がついてた。スマホで撮った。そこに映ってたのはカムロ町で河合を車に押し込んでいる私たち。先生はあの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけ。その動画にはみんなはっきり顔が映ってた。河合が声を上げてたのを口塞いだり、事情を知らない人から見ればほとんど誘拐。その動画を見てたらもう一通先生からメールが届いた。今度は画像が一枚だけ。でもそれを見て凍りついた。もう先生からずっと逃げられないんだって分かった。河合が死んでる写真だった。その二通のメールを見たら誰だってこう思う。私たちが河合を車に押し込んだ後、それを殺したって。桑名にしてみれば
それで完全にあんたらの弱みを握ったってことか。その時以来、私たちはもうずっと先生の言いなり。どんな要求も断ることはできなかった。何を要求された？あの人は、あの人はね、私たちに人殺しの手伝いをさせるの。人殺し？どういうことなんだ？あんたらは誰を殺したってんだ？いじめ自殺を引き起こした加害者たち、それを先生は殺して回る。全国各地で手当たり次第、何年前に起きたいじめだろうがお構いなし。共通してるのは、自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと。先生は河合を入れてもう7人は殺してる。7人？嘘でしょ。そんな、いじめ加害者への復讐、それを桑名は手当たり次第に。先生はそれが私たちにできる唯一の贖罪だって。人を自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられる。いつかみんながそれに気づくまで、私たちは手を汚し続けろって。そうすれば第二第三のミツルを未然に救えるかもしれないから。どうしたもんかな。俺はちょっとそいつを応援したくなってるぜ。いや、ダメだって。じゃあ三越葉ヒロを殺したのもその一つか。三越葉は4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んでる。それを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのか。だからあんたはそのアリバイのために痴漢被害者を演じた。私だけじゃない。三越葉を車で拉致するにも人手がいったし、痴漢を取り押さえる役、それをスマホで撮影する役も、みんな先生の指示で動いてた。そういうことだったのか。先生とは暗黙の了解があって、私たちは直接殺しに手を下すことはしない。何かしら協力させられるだけ。標的をおびき出すとか、死体を埋める穴を掘るとか。でも先生から受けた指示は絶対に拒めない。そんな真似したら河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられる。そして私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるの。そのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる。自分で殺した死体を冷凍保存。そいつがある限り、あんたらはずっと言いなりってわけだ。桑名は13年前からずっと変わってないのかもな。いじめ動画を隠してたのも、偉人町の便利屋になったのも、全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだ。そしてその地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込む。いつか破滅する日までずっと。それが今日なのかもしれない。ただその前にもう一つ聞かせてくれる？何？カムロ町の RK って半グレたちが桑名を追ってる。その理由は、今あんたから聞いた話のどこにもあいつらは出てこなかった。そしてなんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかった？それは私もよくはわからないけど、ただ先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる。星稜高校で起きた自殺のことを聞くために。星稜高校の自殺って江原敏郎くんのやつだね。あの件はもともと
いじめは関係なかったことになってたでしょ。裁判でも学校に責任なしとされてた。でも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから本当のところを聞き出したの。そんな話をどうやって？陽子ちゃんにしてみたら先生は自分と同じ立場だった。教え子に自殺されちゃった点では、だから気を許して全部話したんだと思う。そしてそれを聞いて先生は、やっぱり御子柴も罰しなきゃいけないやつだと確信を持った。じゃあ沢先生がその話をしてなければ江原も事件を起こしてなかった。今偉人町で起きている一連の事件もかもしれない。いや、そうじゃない。沢先生は桑名の正体も目的も知らなかった。話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった。少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ。私たちが殺したわけじゃないから。誰から？非通知だ。もしもし。よう、俺が誰かわかるか？八神。桑名。ああ、俺のことを探してるみたいだな。あんた今どこだ？お前が一人で来るならすぐに会える。ただその代わり、マミやユイのことは解放してやってくれ。何？わかった。あんたと会えたらその時解放する。もちろんそれでいい。ならすぐに来てくれ。俺は今八神探偵事務所にいるよ。何？お前の椅子なかなかの座り心地だな。戸締まりはしといたはずなんだけどね。いいか、俺が会うのはあんた一人だけだ。それとあんまり待たせるなよ。気が変わるかもしんないからな。一人で会いに来いってさ。ちゃんと確認が取れたら間宮さんは解放していい。大丈夫なの？八神さんだけで。多分桑名はどっかから俺らを見てたんだ。ここに間宮さんがいることも知ってたわけだからな。お前を連れてって機嫌損ねたらまた消えられる。それだけは避けたい。そっか。まあこっちは任せとけ。それより急いだ方。約束通りここにいる。そっちは間宮ユイを解放してくれるか？どうした？お互い歩み寄る気がないならここで延々にらめっこが続くぞ。まあそれも一興だけどな。もしもし、八神さん。桑名に会えた。間宮さんはもう自由にしていい。わかった、了解。世話をかけた、八神。まあ座ってくれ。あんたとはじっくり話したことがなかったな。カイトの具合はどうだ？あの人は順調に回復してるよ。けど沢先生はもう帰ってこない。不可抗力だった。彼女が巻き込まれるなんて予想もできなかった。じゃああの日あの人のマンションにいたのは何でだ？ RK の相馬はあんたを捕まえるためにあそこで網を張ってた。彼女が死ななきゃならなかった理由はあんたのせいなのか？どうなんだ桑名！俺のせいなら安心か？なんだと？自分が事件に首を突っ込んでなければ彼女は死なずに済んだかもしれない。お前は心のどっかでそう思ってんじゃないのか？もしそうならそれは違う。彼女を巻き込んだのは間違いなく俺だ。あの子が殺されたってニュースで知った時は正直心が折れるかと思った。取り返しがつくものなら何だってやる。ただ俺の場合
それには何年も前に遡らなきゃならない。あんたがまだ教師だった時にか。ああ、俺は自分って人間が壊れる音を聞いた。それを味わった人間は良くも悪くも大きく変わる。お前ならわかるだろう。少し調べさせてもらったよ。昔お前は弁護士してた時、無罪を勝ち取ったんだってな。でもそれがきっかけで一人若い女の子が死んだ。俺もお前と同じだ。俺たちはお互い死ぬまで治らねえ傷を負った。そうかもね。俺にとってはそれが13年前だ。楠本充が飛び降りる前日、あいつがいじめに遭っていると俺に知らせてくれたのが沢君だった。それまで俺はそんな大層なもんじゃないと思ってた。少しいじりが過ぎただけ。男の子同士じゃれ合ってるだけ。まあ確かに河合と満とじゃ体格差はある。だからそういう時俺はあんまりやりすぎんなよと笑って言ってやったわけだ。俺が聞いた話じゃ薄笑いだった。ああ同じことだな。そんな俺に沢君はこう言ったんだ。先生、本当に気づいてないのってさ。まるで俺を哀れんでるような顔だったよ。彼女が言うにはクラスの半分近くがミツルをいじめてた。いつだったか駅のホームでミツルを見た時は今にも飛び込んじゃいそうだったって。今となっては勝手な思い込みだったが、俺は自分が子供たちに人望のある教師だって考えてたんだ。生徒の心は掴んでいると思ってた。ところが沢君の顔はそうじゃないことを俺に訴えていた。その日俺はいつものようにはうまく笑えなかったはずだ。だからひとまずは様子を見ることにした。次の日俺は家にあったビデオカメラを放課後の教室に仕掛けたんだ。やっぱりあんたがあれを隠し撮りしてたんだな。ああ、お前も見たろ。ああいうのをおぞましいって言うんだろうな。ただし俺がカメラを回収して中を見たのはもうミツルが飛び降りた後だった。ほんの一足違いだったんだよ。あいつはその日のうちに屋上から身を投げたんだ。翌日動画に映ってた生徒らは俺に隠し撮りされてたとも知らずに、全部河合一人のせいだ、自分たちは無関係だと言った。実際それまで教室の外で目についてたのは河合が満を連れ歩く姿だった。そして満が飛び降りた責任は河合とそれを笑って見過ごした無神経な担任教師、つまり俺が負わされた。俺が使命感を持って生き始めたのはその時からだよ。あんたは罪を逃れた自分の教え子たちを許すことができなかった。それであいつらに重い十字架を背負わせるために自分の人生すら投げ打った。そうだ、楠本満は今もまだ眠り続けている。死んだも同然の状態でだ。なのに俺たちがあいつを忘れていいわけがない。その結果沢先生を巻き込んだとしてもか。改めて聞かせてもらう。この間あんたが彼女のマンションに来たのは何でだ。次はもうはぐらかさないでくれ。はぐらかしたつもりはない。
ただ少し順を追って説明する必要はあるが、4年前教職に就いた沢君の学校で今度は彼女の教え子がいじめを受けて自殺した。わかるよな。清涼高校の生徒だった江原敏郎。ああ。その責任をめぐる裁判で沢君はいじめはなかったと証言させられた。俺は彼女からそのことを聞き出し、神輿はヒロを新たな粛清のターゲットに決めたんだ。もちろん彼女はそんなこととは知らずにいたよ。けどその数ヶ月後、沢君は神輿が殺されたと知り、今度は向こうから俺に電話をかけてきた。何の用で？彼女は神輿が殺されたことについてうっすら俺の関与を疑い始めていた。だから恐る恐る俺に電話をかけてきたんだ、探りを入れるために。彼女はやっぱり勘がいい。それであんたは沢先生に何て答えたんだ？知らぬ存ぜぬで通した。ところがだ、その電話で彼女から妙な話が出た。事件について調べ回ってる探偵がもう学校まで来てるってさ。ん？もちろんお前のことだ。警察でさえやっと神輿のことを知ったばかりだってのに、なぜかただの探偵が事件に潜り込んでた。警察ならともかく、あの時点で探偵が嗅ぎ回ってくるにはちょっと早すぎる。だから俺は想定外の相手は排除し、ついでに彼女にもそれとなく関わらないよう匂わせることにした。どうやって？お前と沢君が待ち合わせた店にネットで雇ったハンピン・リューマンを送り込んだ。お前が案外やるもんで、かえって彼らを逃がすために俺が出てく羽目になったがね。そのドタバタの裏では警告代わりに沢君へ神輿場の写真が渡されていた。その役割を果たしたのは間宮結衣だ。13年ぶりに会う同級生に沢君は気づかなかったよ。サングラスの女、あれも間宮結衣だったのか。あの日起きたことは全部沢君へのメッセージだった。ただいいやり方じゃなかったかもしれない。ああ、多分沢先生はあんたが神輿殺しに関わってると確信したはずだ。あの店で彼女が俺と待ち合わせしてたことはあんたしか知らなかったんだから。いずれ沢君が俺を疑ったとしても警察に売ることはないと思ってた。俺たちには教え子を自殺で失ったという同じ過去がある。だから彼女には俺と関わりを持たないようにさせれば事足りたんだ。それで終わりのはずだった。ん？沢君が殺されることになったあの日、彼女は俺にすぐ来てほしいと電話をかけてきた。涙声でな。なぜ泣いてるのか、なぜ会う必要があるのかを聞いても答えちゃくれなかった。なのにのこのこ出向いていったのか。あんたらしくもない。お前は俺のことを何も知らないだろ。じゃああんたは沢先生からの呼び出しを受けてどうするつもりだった？もし彼女が俺を神輿殺しの犯人として疑い、それで思い悩んでいるなら全てを打ち明けてもいいと思っていた。沢君になら俺のやっていることも全て理解できたはずだ。けど今にして思えばあの呼び出しは彼女が RK に脅されてやらされたことに過ぎなかった。俺と電話してた時も沢君の部屋には連中がいたんだろう。彼女が泣いていたのも俺の質問に答えられなかったのもそのせいだ。 RK はなんであんたを追ってるんだ？わからない。
何？それが分かってりゃこんな無様に逃げ回ってない。本当か？連中の動きが見えていないのは俺もあんたと同じだ。しかも奴らは人を殺すのをほとんどためらわない。ってことは多分 RK には何かでかい黒幕、後ろ盾がついてるんだ。それについては俺たちも同意見だ。失礼。ああ、こっちはまだ八神さんと一緒だ。そっちは杉浦君たちにつけられてないか？わかった、ならすぐに合流しよう。間宮君からだ。おかげさまで無事に解放してもらえた。杉浦君にはよろしく伝えといてくれ。まだあんたをどこにも行かせるつもりはないよ。もうお前らは手を引け、八神。沢君のことも含めてあとは俺の方でやる。そっちも引っ込みがつくようできる限りの説明はしたはずだ。ここであんたに消えられるともう捕まえる手がなくなるんでね。せめて連絡先ぐらいは置いてってもらわないとな。それには及ばない。俺の姿はこれで見納めだ。そりゃ人を舐めすぎだ。Man, this story is crazy as fuck! Oh, bro! And this crazy ass just jumped out the window! Alright, I don't know. My health upgrade should help us out with this a little bit. You can get a little health boost each time you do that properly. Right? Triangle. If you can get up behind them and they're right in front of you, you can throw stuff. Oh! It makes life a lot easier. Messed up on the QTE. Messing up on the chase sequence is not it. Alright, he'll be out of health soon. I hope so. Where'd his ass go? How's he still running with no energy? Look at the cheese. Tackle his ass. Hell, you think you going? またお前らか。もうマスクはいらないんじゃないの？黒川学園の卒業生さんたち。聞いての通りだ諸君。
そこの探偵さんはもう全部ご存知なんだよ。桑名、みんなどうする？そいつがペラペラ喋り回ったら終わりだぞ。自分たちが助かりたきゃ探偵さんの口を塞がないとな。殺すのは先生がやってくれるんですよね？あれ、もしかして赤池くんだよね？ああ、名前まで知られちゃってたんだな、赤池。どうなんですか先生？わかってる。最後はいつも通り先生に任せとけ。お前らの手は汚さなくていい。わかりました。じゃあやります。ったく、どういう教育だ。 Well then、Deuces. If they kind of ass. Yeah, these guys are trash. Boys encouraging the kids to take me out, man. Come here. Here, I'm trying to do the one thing. There we go. Trash. The dookie of my life. Kuana. So, Kuana! なんだ、また会いに来てくれたの、間宮さん。一旦桑名の代わりにあんたで我慢するしかなさそうだな。